じゃあ三番勝負第2弾はですね、僕と藤田さんで筋肉10秒将棋をやります。負けないぜ。はい、普通の10秒将棋と違ってここにある8キロのダンベルですね。8キロっすよ、8キロ。これを1手につき、3回自分はカールして、はい、藤田さんの方が、僕は1回でいい。こんなハンデもらったら負けるわけにいかないですね。はい、じゃあそれで、1手ずつ刺していきますかね。8キロのダンベルです。8キロ、はい、やばいっす。8キロめっちゃ重かった8キロって身の回りのもので言ったら何ですかね。身の回りの8キロ、まあ大きい赤ちゃんぐらいですかね。赤ちゃんですね、大きい赤ちゃんで、8キロベイビーじゃあ片手で持っていきますね、はい、必ず1手刺す場合に3回ですね。はい、1手1回ですね。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあ振ります、はい、と金ですかね。はい、じゃあ、藤田さんの先手で。はい、じゃあ先手もらいました。で、刺せなくなって切れたら負けなので、はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。1めっちゃ重いわ、なんか腕がプルプルしてます。やばいです。軽々いくなー。おー、重い。あー、まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫、余裕です。出た、石川流秘伝の中飛車来ました。中飛車ですね。倒したらやりますよ。メタボリューミー飛車でね。まだね、序盤なんで全然大丈夫です、ね、これが持てるかどうかが勝負ですからねあ、殴まったらやめてください持久戦に持ち込みますガッチガチにしてやるから。そうっすよね、これゆっくり刺して玉取られにくかった方が有利っすもんね。じゃあ考えたらやばい。切れたよー、セーブ。しっかり、自分腕の方もね効かしてねやっていきたいと思いますよし、うん、盤面見えるかな。ちょっと見えにくかったら状況言いながらやっていきますかね。はいはいはい、まだ序盤っすからね。よし、どうしようかな。穴熊ぐらいでね、来られました。体力勝ちを目指します。よし、あ、なんか鍛えられてる気がする。すんごい鍛えられてる気がする。これはね、いいと思いますよ。あ、ダメだ。お、チャンス、チャンス到来何回やったっけ。10回だろ。これね、気力以外の要素にも勝負に影響しますね。まあそうですね、間違いない。まあ、あやだわ。あれ、あやだわ、なんとこれはね、盤面を見ましょう。これね、やばいやつなんです。うっす、これは気力と体力の勝負。勝負は筋肉だです。これ自分も動画でも出してるね、形なんで。あ、あ、勝った勝った。危ない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 。反則負けです。厳しい。
酒に瓶があったらいけないって感じだった気がする。やばい。あ、なんか俺、これ結構間違えてる気がする。あれれれ、間違えてます。瓶に当たっちゃいけなかったよ、あの思い出。定石書にはそうありますね。まあ、あやなくまる。まあ、将棋は筋肉ですからね。さあ、どうしよう。4枚まで行くんですか。体力戦に持ち込みます。うっす。やばい、角が引けない。角が引けない。やばい、クソやばいです。なんか角の頭は攻められてる。角と頭攻められてるし、え、これ銀がどうするの？そう思うよね。そんなまだまだ難しいんですよ。なるほど。ウィス。なるほど。大丈夫かなこれ。長い勝負ですかね。狙ってますよこれは。どうしよう。やばい、浮かる気がしない。浮かる気がしないんだ。まだね、腕の方が余裕があるんで。何？まだじっくりやります。やばい、僕は短期決戦を挑まないといけなくなってきた。これって、粘りましょう。粘りましょう先生。ハンデありますので、まだ粘れば なんとかなるじゃないですか。こっち、こっちが。しょ。はい、それではちょっと盤目の方に、盤面あやなくなりすぎ、盤目の方に行きましょう。メタボが耐えきれなくなって戦いを挑んでいきました。アイアナグマで中飛車の方がどんどん攻めています。よいしょ。あ、ちょっとペース落ちたのかないの。ねえねえねえ。お、これチャンス来たかもしれないですね。ちょっとペース落ちた気がするか。ふむ。結構来てます、結構来てる。毎日あったらやばいですね。腕パンパンになります。1日1曲くらいで十分かなこれ。1日1曲もできないですか。1週間1曲。さすが、難しいですね結構。その大変さもすでに私見てもすごく分かってます。やばい、どうさそう。あ、おお。長い。チャンスです。やばい。いやー、痛すぎる。やばい。痛すぎる。痛すぎるしカール忘れたし。やばい。このロープロックにカットしたい。痛いよ。痛いなこれ。おお、将棋は体力だ。いや、わからん。よし、わからんって言ってます。わからない。よし。あ、なんか少しずつ3回対1回の、来てますね。来てますね。持久戦にしたね。